は。ちょこっとチャチャを踊れたら、そこよ。チョコチャチャ。チョコチャチャ。それはリンディーホップだから。チョコチャチャで5回目です。よろしく、頑張ります。お願いします。では本日の完成形を、踊ってみましょう。先ほど踊りましたけど、踊ってみましょう。ルンバと大体一緒ですので、ルンバの方と並行して見ていただくといいですね。まあ、この前しましたように、基本のステップですね。シート1、4から出ますからね。2、3、シート1、ここも向かい合ったままですね。女性は左足、前進します。2、そして3で分かれて、シート1、パンポジションに、開きました。そして前回はアレマーノをしましたのでちょっとやってみますね。2ですね。男性は左足前進、女性は揃えますね、右足を。そして3、シート1、そして急激に女性は回ってチャチャチャ、これはアレマーノというステップですね。女性は右回りをしますが、今回は左回りをして、まあ、男性の左腕をくぐるホッケースティックをしますね。ルンバも一緒ですね。だからルンバと並行してみていただくので、ルンバをしますと、これは時報ですから関係ありません。でルンバは C1 2 3 C1 2 3 C1 で、要するにこの、C1 の部分をですね、C と1というふうに、こういうのをシャッセと言いますね。シャッセに代替すればいいので、まあ、女性はロックというところもありますが、おおむねシャッセすればいいので、じゃあ説明しますね。シート1でファンポジションになりました。もうちょっと落ちてみましょうかね。カメラからフレームアウトしてしまいますね。そしたらルンバと一緒ですけれども、2 3 シート1、そして2、女性は少し斜めの方に行きますね。男性は右足を交代して2、3で回って向かい合って C と1、そしてオープンベーシックというのをします。2 3 C と1。ちなみにルンバはここで、男性が交代のウォークをしましたね。2 3 C1 から2 3 C1 2 3 C1 という感じに、もちろんチャチャチャでも可能なんですけども、ほとんど習慣的にチャチャチャの場合は用いられませんので、もしやってみると2 3 C と1 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 となるわけで、可能ですから別に使ってもいいんですけども、あまり普通用いられませんので、もうすぐナチュラルトップというステップに入ります。それではもう一回お見せしてから、細かく解説しようと思います。ファンポジションからしますね。ちなみにファンポジションは C と1ですね。そして2 3、 C と1 2 3、 C と1 2 3、 C と1。では女性のステップから、ご説明申し上げます。
陽子先生、じゃあよろしくお願いします。女性はチャチャチャでファンポジションになりました。右足を2で揃えます。2、次に左足3前進、次にチャチャチャで前進します。チャチャチャ、2を小さく斜めに出ます。23も小さく出て回転します。そして男性と向き合ってチャチャチャとなります。次に右足を下げて2、スリで戻ってまた小さくチャチャチャと出ながら男性とホールドをします。チャチャチャでファンポジションになりました。右足を2で揃えます。2、次に3で左足前進、次でチャチャチャと前進します。左足2を小さく斜めに前進します。次に右足を前進して回転します。3で回転します。そして相手と向き合います。チャチャチャ、交代します。2を下げます。3戻ってチャチャチャで相手とホールドします。では男性の方をご説明申し上げます。ファンポジションまでは前と一緒ですから、ファンポジションからですね、チャチャチャで、もうちょっとこっちですかね、ファンポジションになっております。234と1、チャチャチャですね。そしたら少し向きを変えて2、ちっちゃく右足を後退して3で左足を前進ですね。3、まあ、ほとんど同じ場所でいいんですけれども、少し女性を追いかけるようにして3、そして4と1、これはシャッセでもロックでも、まあ、上級者はこの前説明したチャチャチャ、ロックにするとちょっとかっこいいかもね。そしてホッケースティック自体はここで終わりですけれども、オープンベーシックという別のステップにつなぎます。2、3、4と1でルンバでしましたナチュラルトップに入るのでクローズドホールドで終わります。もう一度やってみます。一緒に皆さんもしましょう。ファンポジション2、3、4と1、2、3、4と1、2、3、4と1。それでは一緒にやってお見せします。ではファンに開いてね、では一緒にやってお見せします。1234と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 1。では後半部分を、してみたいと思います。今のはまあホッケースティックにからですね、これからナチュラルトップに入るところまでですので、途中で切れて続けることはできません。次回ナチュラルトップとルンバと同じくクローズドヒップツイストをしますが、
ね、このホッケースティックをニューヨークに続けて、ちゃんと完結するようにしたいと思います。一応最初からしますね、もう簡単に説明します。1、2、3、4と1、2、3、4と1、2、3、4と、そこまでは以前と一緒ですね。そしてホッケースティックをしますが、2、3、4と1、2、3でたくさん女性を回してほぼ向かい合いますね。で、女性は回転を少し続けながら4と1、そして以前したニューヨークを3回、2、3、4と1、これはちょっと安心しますね。4と1、2、3、4と1、そしてクイッとスポットターンで回って4と1、そうするとまた2回目4と1、2、3、4と1というふうにファンポジションに開くことができます。もう一回しましょう。なのでファンポジションからしましょうね、こういうふうに今1、2、3、4と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 1、では、今のところのちょこっとだけソロで解説しておきます。では男性からします。ホッケースティックに入るあたりはほとんど一緒ですけども、ファンポジションになりました。そしたら2、3、4と1で、右足を少し斜めに向き変えて下げて2、3、そして先ほどはまっすぐ女性の方に女性を追いかけていくようにしましたけども、 C と1で女性を少し多めに回して向かい合います。まあここまでですね。そしたら以前しましたニューヨーク3回、2、3、4と1、2、3、4と1、2、3、4と1、スポットターン2、3、4と1。では女性よろしくお願いします。女性のファンポジションから見てみましょう。女性はファンポジションになりました。そこから右足を2で揃えます。2、左足3、4と1、ホッケースティックをします。左足2、次に右足3、普通のホッケースティックよりたくさん回って相手と向かい合います。そして横に4と1、ここからニューヨークに入ります。2、3、4と1、もう一回2、3、4と1、2、3、4と1、ここからスポットターンです。2、3、4と1。